ケー。もう一人いるはず。オッケー。さあ行きましょう。本日は ACR を持ってまいりました。この武器はねアサルトの中でもかなり強い武器だよなっていう気がしますんで、上から来るかな。オッケー、まず一人、誰か来てるなこれ。オッケー。そう、こういうね中距離をねかなり安定して、やばい、あー助けて、うー UMP ありがとう。やれてないね。あー横にもいるよねー。さあちょっと厳しいスタートになりそうか。まあ、とにかくこの中遠距離あたりをですねかなり安定して弾当てられる武器なので、こういう近距離はなるべく戦いたくないな。まあ、ただ弾当てられることはできるんで、よしよしよし。まあでもなるべく距離を空けて戦いたいなってところですね。まあちょっと難しいこれは。いいよ、さあ入ろう。いい EMP だ。危ない危ない。いやー横にスナイパーか。これは B 行くよりも A 行った方がいいかもしんないなー。EMP、 いやーレールと危ねえ、エイムがすごいブレたね。やっぱこのバニーホップのこの動きが本当に強いからな。さあこれは C を鳴らしに行くしかねえか。敵がいないことをお祈りして踏みます。どっから来るかな。やれないな。うわー、まあ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 、だいぶ鳴らせたけどなんかやばいね。あーやれてない、硬いな、危ない。さあどうしよっかな、かなり押されてますね。え？同じ鉄は踏まないぜ。よし回復を置いて、やれてないな。くー敵がいっぱいいる、3人ぐらいいるね。あいやースナイパー。いやしかし A は取り返せたみたいだな。でかい。やらせないぜ、やらせないで、あうぅいや、二人をやったら、なおさら、今度は一人にやられると。いや、しかし、味方がちょっとずつ足並み揃ってきましたね。大変よろしいですよ、これは。来るかな、こっち。来ないかな、大丈夫かな。おぉ、ごめんごめんごめん。俺は B を守ります、ここは。A は味方に任せたいな。あぶね。スナイパーにはそう簡単にやられねえぞ。でも来そうなんだよな。まあやっぱりどうしてもここがね激戦区になりますからね。こっちから来るかな。いや左から足音聞こえてる。いやー2人来たああいう状況でもちゃんとね1人ずつ狙えるぐらいのエイム力が欲しいね。まあこの武器だとが頑張れば、いていていて、頑張ればできそうではあるからな。頑張りたいとこですね。よし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 、ちょっとずつ目標取れるようになってきたね。ああこうなるとスナイパーはやはり強いと。まあ、先にも置かれちゃってるとね、どうしてもキルスピードの関係で勝てないっていうのが難しいところだねー。ナイス。よしよし、いやでも激戦区 B で終わりだろ。でかい。OK？ もう一人いるはず。OK、二人やった。こういう中距離戦が ACR のお箱です。顔出せー。いいよ、取り返したよ。あーずれちゃったー。サブマシンガンか。まあちょっとあの距離だと厳しいかもね。まあ、頑張って狙えるようになりたいな。ナイス、キラシスタ入ってる。一人やって行かせません。オッケー、これで A は守れたかな。そしてまた B に行きます。 B がやはり激戦区ですから、激戦区には回復役である俺が行くべき。うー横から来たかー。お C も取っているだと。これは味方ガツガツいけるね。調子が出てきたね、やっぱり。オッケー、この頭出しですよ。やあウルトワンパンウルトワンパンはどうしようもねえな。
オッケー、そんなにぴょんぴょん飛び跳ねちゃダメだぜ。こっち来るかなこれ。危ねえ。オッケー、いいですね。やはりブレないっていうのはかなりの強みだ。あー今のはめっちゃずれちゃったこの壁は貫通しなかったか。よし、体力倍だぞ。前出ろー。よし、取れ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 。まだた点数的にはかなり厳しいから、いやースナイパー。まあただやはりどうしてもワンパンでやられちゃうってなるとね、キルスピードの差で負けてしまうのか悲しいところである。目の前に来た、びっくりした。ナイスナイスナイス。よーしよしよし、取れた取れた取れた。ならば俺は回復する。回復するまでよ、追いつかなかったまあしかしあそこで回復を置いたことによってね、味方も回復できるんじゃないかな。さあガツガツ前へ出て敵を倒していくぞ。大丈夫かな、やらせないよ。サブマシンガンとかだったらワンチャンやれるんだよね、ああいう距離。まあでもやっぱり現状はね、マークスマンとかスナイパーとかが本当にキルスピード速くて強いからな。いやー言ってるそばからなかなかそれに勝ちづらいっていうのが、まあ難点かな。環境に若干合ってないのかなって気がちょっとしてます。お前はギリスーツ見えているぜ。オッケー、いやー強い。さあ B 取り返せるか、取り返してくれたら嬉しいぞ。ナイス、いやーおーナイス、でかすぎる。なんて素晴らしいカバーだ。高い航空、いいねいいね。味方がかなり抑えてくれてるのはでかいな。やらせないぜ。うわー横から別のスナイパーが来ると。いいね、いや何スナイパーが来んだよ来すぎでしょうか。さあきついねー。オッケー、いいよー、ウルト止めたのはでかい。ここでリー取られるのは結構やばいね。ほい、さあウルト、ウルトじゃねえや、盾壊して、さあ前出よう。よーし、危なかったねー。最後は EMP 食らってるよー。よーし1位です、ありがとうございます。はい、というわけで今回は ACR を使ってみましたが、いかがだったでしょうか。ちょっと死にすぎたか。いやスナイパーがねきついのと、あと近距離戦での SMG がだいぶきつかったなっていう印象でした。まあただ安定して使える武器ではあると思いますのでね、気になった方はぜひ使ってみてくださいね。はい、ということで本日の動画は以上となります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。お疲れ様でした。